皆さん、こんにちは。非常識な業種集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、投資で儲からない人とチャンスを逃す教室の先生の意外な共通点とは、ということについてお話をしてみたいと思います。一見、つながりがなさそうな投資の話と、チャンスを逃す教室の先生とっていうのが、なんでとか思うかもしれないんですけど、実はたまたまですね投資の、経済コラムニストの方がですね、投稿していた記事で、お金の執着が強い人ほど投資で儲からないっていう記事があって、それを読んでいた時にですね、あ、これってチャンスを逃す教室の先生と内容が似てるなって思って、それでまあやってみたんですけどね。どういう話が主に書かれていたかっていうと、まあ、その方はいろんな個人投資家を見てきてるわけですよ。株とかね、やってる時に。で、運用とかもどういうふうにやられるかっていうデータを一定数見てきた時に、儲ける人と大損する人の大きな違いは何なのかっていうことで、その方がね、言っていたのが、お金に対する執着だっていうことを言っていました。で、お金っていうのがどういうことなのかっていうと、お金に執着がある人っていうのは、お金を得る喜びよりも失う悲しみの方が強いんですね。だから儲からなくてもいいから損をしたくないっていうタイプの人がむしろ損をするっていう、この逆説的な感じですね。で、ここが、チャンスを逃す教室の先生の考え方と非常によく似ていたので、それをね、解説しようと思って今日はお話をしています。はい、それでは本題に入ります。で、先に挙げましたね、投資家の人で、お金に執着がある、要は得る喜びよりも失う悲しみの方が強いっていうのは、人間のもともと本能なんですよね。で、損失回避性っていうんですけれども、だから10万円儲かる喜びよりも10万円失う辛さの方が、損をする悲しみの方が儲かる喜びよりも 2.5 倍大きいという、なんかデータがあるらしいんですよ。プロスペクト理論っていうものらしいんですけれどもね。ですから、リスクを取ることができないタイプの人っていうのは、逆にそうですね、株で言うとバッと下がった時にこれ以上下がるのが嫌だって思って売っちゃう、ね、売っちゃう。で、逆に儲けるようなタイプの人って、その下がっている時に買いに行く。で、さらに下がる可能性もあるんですよ。あるんだけど、買いに行って、で、戻った時には反動で戻るみたいな。で、その時に途中で売った人は戻る時に買い戻しもしてないから、また上がるチャンスも逃すわけで、しかもその時にもうすでに下がってるから、そこで下がった分がまたマイナスになるっていう結果、お金を失うのが怖いというタイプの人に関しては、株とかをね、やった時にはその売り時を間違えるケースとか買い時を間違えるケース、そして結果儲からないみたいな、そんな感じで、それはお金に対する執着が強いからっていうお話なんですよね。で、私自身もですね、投資はやってるんですけれども、この間旦那と話をした時にね、面白いなと思ったのが、すぐに動かす予定ではない1000万ぐらいのお金があって、いずれは動かす予定があるお金なんですけどね、短期的にでもちょっとでも置いといて、少し利幅がね、増えればいいかなと思って、でそちらの方をちょっと投資をしているんですよ。で、もちろん最悪のケースは想定してますよ、ゼロになるとかね。で、その想定はしてるんですよ、なったら困るけれどもね。だけれども、それをね、旦那に話した時に、俺はそのなくなるかもしれない可能性のことを考えると、それだけの大きい額は動かせないって言うんですよね。で、私は動かして、もちろんそれだけ動かせば儲かる分は毎日ね、1万円とか2万円とか入ってくるんですけれども、その動かすお金
は、最悪なくなったら稼げばいいと思ってるので、まあ、それがそのリスクに対しての考え方のおそらく違いで、やれるかやれないかっていうところになるんですよね。だから、リスクを取りに行かない人っていうのは、投資とかに向かないのは、当然そこで賭けに行かないっていうのもあるし、まあ、二人ともね、そういう性質じゃない方が、もしかしたら家庭っていうのはいいのかもしれませんけれども、まあ、一つそういう考え方がね、投資の部分ではあるんですよ。で、結果、じゃあどういうことになるかっていうと、1ヶ月で例えばね、30万から60万とかっていうのが、その置いてあるお金によって、お金がお金を生み出してくれるっていう状況を作ってくれているのであれば、その余剰金でまたさらに私の場合再投資をすることもできるので、また違う事業の、例えば宣伝広告費に使ったりとかですね、まあ、そういうことだってできるわけですよ。で、そうやって拡大をしていくっていう、まあ、そういう考え方なんですよね。で、じゃあ、今日のね、本題の、その、チャンスを逃す教室の先生と、それが、どういう共通点があるのっていうのが、一言で言うと、やはり一緒なんです。お金の執着心、イコール、失うことへの悲しみの方が大きいタイプの人です。はい。で、具体的なね、例があるんで、ちょっとお伝えするんですけど、例えば、なんだろうな、まあ、ちょっとね、こう高額なタイプの講座とかを先生が組んだ時、それ、そうですね、10万円以上とか20万円とかでも構わないんですけれども、そういう講座を組んだ時って、まあ、購入側の心理からするとですね、例えばウェブ上の、ご案内文章がどんなに素敵に、どんなに分かりやすく書いてあったとしても、もちろんそれ読んだだけで申し込む人もいますよ。いますけれども、大抵の人は確かめたい人がまあ多いわけですよ。そうすると、まあ体験会であったりとか、説明会っていうのをその手前に設けるケースが多いんですね。で、その時に、例えばなんですけど、その説明会で話すような内容とか、あと体験会でできるような、まあ、レッスンのね、縮小版みたいなものが、そうですね、通常の価値が、じゃあ例えば、2万円ぐらいあったとしますよ。そのね、通常の内容の価値が、自分の通常のレッスンに照らし合わせてね、価値が2万円ぐらいあった時に、例えばそれを5000円とかね、そういう、例えば何分の1かになるような金額で提示するのを、そこが、儲からないからとか、損するからとか、私の時間がもったいないっていう考えで組もうとすると、当然なんですけど、やらないっていうことになるか、そこまで安くする内容じゃないからといって、2万円を、じゃあ例えば1万8000円とかね、1万7000円とかで組んだとするじゃないですか。そうすると、結果として、その体験会ですら申し込まれなかったら、その後ろの10万円とか20万円とか30万円の講座とかが申し込まれないケースがありますよね。で、この人はじゃあどこにこだわってるのかっていうと、その体験会という単体の内容の価値に対してこだわっていて、本来はこういう金額のはずっていうことにこだわると、そこを思い切った下げた価格とか、申し込む側の心理を理解して金額設定をすることができないのは、単発のそこの内容だけにこだわって、金額のやり取りをしたいタイプの人、要はそこを損するのが嫌だっていうタイプの人なんですね。このタイプの人は結局、その安いものをね、作ることもできなくて、その後ろの高いものも売ることができない。だから、割と、一つの、グループ団体っていうかね、その傾向に分けてしまうつもりではないんですが、会社員でやっていた、しかもどちらかというと営業職に近いことでやっていたタイプ、事務職じゃないですよ、営業職系の人のタイプの会社員やってた人と、家にずっといて主婦をやっていて、週に2回ぐらいパートに出ているタイプの人では、お金の価値観と考え方がそもそも違うんですよ。で、この主婦の方が悪いって言ってるんじゃなくて、稼ぐっていう手段を、
知らない状態、ないしは稼いだ経験がないから失うことに対しての恐怖の方が怖い。ところが営業職とかそういうものをやってる人っていうのは、稼げば稼ぐ分だけもらえるようなタイプのインセンティブ性とかっていうのもありますよね。だから稼げるってことを知ってるから、失うことよりもそこで身を切ってでも次につながることに対して投資をすることがしやすい思考を持ってる人なんですよ。なので主婦思考の人が考えるとどういうことになるかっていうと、失うのが嫌だ、自分が今損するのが嫌だっていうことで、例えばそういう体験会とかの、オファーとかも削ったりとかですね。あとは例えばその必ず無料にしようって言ってるわけじゃないですよ。その適正な価格で体験しやすいオファーを作るっていうね、お話とかがあったりするときに、自分が今損するのが嫌だっていう小さい視点の考え方で損しちゃうタイプの人が、まあ、いるっていうことですね。あともう一点が、目に見えるお金化できるものでしか物事を判断できないっていうタイプの人も、この投資できないタイプの人とよく似ていて、具体的に言うとどういうことかっていうと、お金にできない価値があるものって、人脈とか紹介なんですよ。例えば自分がまだ無名ですごく有名な先生が、例えば自分のことをね、まあ、紹介してくれる機会があったとするじゃないですか。でその時に、例えばその先生の紹介だからということで、まあ例えばね、その先生が言うか言わないかは別として、自分がね、普段自分がやってるサービスの価値からしても全然安いとか、場合によっては無料に近いとかっていう時で、まあちょっと一回目試しにやってみてよって仮に言われたとするじゃないですか。この時に先ほどの主婦思考のタイプ、要はチャンスを逃すタイプの思考の先生はどういう行動を取るかっていうと、それに対して、その金額ではできませんって言ってみたりとか、安いのでもうちょっと上げてくださいっていう、普通にお金の価値としてそれを言っちゃうんですよね。この人は目に見えないどれだけの大きな価値が提供されているかを理解しなくって、短絡的に、例えば自分がね、働く時間、まあ、じゃあ例えば時給が3000円だったとしますよね、その方の。でその方からのオファーを受けたことによって、例えばその、時給が500円ぐらいになっちゃうような内容だったとしますよね。でその時に、私通常時給3000円なんで、せめて1000円くださいとかっていう交渉しちゃうんですよ、そういう時に。でこれっていうのは本質が見えてないですよね。その方っていうのはすごく有名な先生で、紹介されるとその後のチャンスがものすごく広がる可能性が高いんですよね。だけれども金額で、今手に入る金額が少ないからといって、その人にもっとくださいみたいなことを言うと、どういうことになるかっていうと、あ、この人はそういうお金の価値観と捉え方をするんだ、ちょっと自分のね、大事なお客様は紹介できないなということで紹介をやめるんです。結局小さいお金にこだわって大きなチャンスを逃すっていうのがこういうタイプの先生です。なので、目に見えるお金だけに価値観を求める、ないしは自分の労働単価を求めるタイプの人は、先に身を切るっていうことができないんですよね。誰しももちろん自分の時間っていうのが、例えばその時間を働いたら他のことができるかもしれないっていう計算をするケースありますよね、お仕事、特に個人事業主、自営でやってる場合。例えば一応私、外向きには、まあ、コンサルティング料金とか1時間3万5000円とかっていう金額が設定されてるんですけど、この杓子定規な金額で、例えばそういうね、私が尊敬するような有名な先生が何かのね、登壇の時に、じゃあ高橋さん5分ぐらい喋ってみて、そこで、ね、僕からのじゃあ紹介だったら、これじゃあ1000円とかね、で無料でじゃあその人たちやってあげてよって仮に言われたら、私喜んで話すし登壇します。はい、それが1時間じゃなくてね、8時間だったとしてもです、その方からの依頼だったらっていうことですね。だからその時に、
お金を失うことが怖いタイプ、時間を失うことが怖いタイプ、短絡的に、お金と時間の関係を自分はいつもこれぐらいなんでこうくださいとかって言っちゃうタイプの人は、先に損して得を取るみたいな考え方ができないので、結果損します。さっきの投資と一緒です。で、その紹介っていうのは、そういう方っていうのはタダだって思ってる方が多いんですけれども、全然タダじゃないんですよ、紹介って。紹介っていうのはその人に対して寄せている信頼がお金に変わってるだけなので、その人の信頼をお借りするっていう、ありがたいっていう気持ちが基本的にない人は自分のビジネスもうまくいかないです。そういう人に紹介してもらえないタイプの人だから、お金のことをね、そこでそういうふうに言っちゃうと。で、だからお金に執着しない人は、わあ、すごいありがたいチャンスいただいた、もうぜひやらせてくださいっていう、そういう感じになります。で、そうすると、その紹介した人はどうするのかっていうと、それによってその自分のクライアントさんが例えば喜ぶとするじゃないですか。で、その人は一見タダで働いてるんですけれども、その人が喜んで一つのフロントのサービスを使ったとして、その後その人とまた違うつながりでお金を払ってても、いや、この人良かったから頼みたいなとつながるように仕事をすればいいだけであって、それによって仕事が後から普通に入ってきた方がよほど価値としては高いんですね。なぜなら、集客って結局自分の信頼がそのまま、お金っていうか、価値に変わっていくわけで、自分が本来頑張って集めなきゃいけないものなんですよ、集客っていうのは。で、その時には当然信じてもらうプロセスとか、いろいろな自分のね、発信とかをしていった挙句、ようやっと一人の人がサービスを利用してくれるっていうことに大概なってるんですよ。で、その一人の人をパーンと紹介してもらえるっていう、この人脈っていう状態ですね。これをありがたいと思えずに、そこでお金の話をするっていうタイプの人っていうのは、結果も紹介もしてもらえなくなるし、損するんです。だから目に見える有形の財産、それが、例えばお金という対価っていうものは有形で目に見えるものなんですけど、それに、反対のところで無形に見えている財産です。こちらに対して、自分のね、技能技術を出し惜しみしたりとか、そこでお金の交渉をする人っていうのは、その後ろにある広がりと可能性が見えていない、今の自分の損するか得するかだけが見えるようなタイプの人っていうのは、結果損する、なと思ってて、そういう実例がちょっとあったんでね、残念だなと思ってお話をしてるんですけれども。私のクライアントさんの中でも、どん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 事業が拡大している人っていうのは、やはりこの紹介であったりとかリピートが多い方です。で、例えば私もその方のね、駆け出しの頃とかエンジンをつけてもらおうと思って、知ってもらうためにはやはりある程度身を切ってもらわないといけない時とかあるんですね。それが無料オファーに近いような状態で、それを紹介していただけるんですか、ありがたいです、喜んでって言えるタイプか、いや、私通常時給3,000円なんで1,000円欲しいんです、ただは嫌ですっていうタイプの人と、どっちの方が次へ仕事がつながるかっていうことですね。だから、こういう考え方は長期的な事業の組み立てができないタイプの人、LTV っていうライフタイムバリューっていう言葉があるんですけれども、生涯顧客価値っていう言葉なんですけどね、その長期スパンで考えたら、絶対その、素敵な先生から紹介される、紹介からお客様がつながることの方が、よっぽど自分で頑張って集客する人よりも価値が高いんですよね。このあたりの、背景を理解できない、その場限りの儲けに執着する人は結果損するっていう、そんな感じです。だから、有名な人に紹介してもらうとか、自分より立場が上の人に紹介してもらえる時に媚びへつらえとか言ってるんじゃないんです。
すんなりその方が言うオファーにただ乗っておけばいいっていうことですね。はい。その方があなたにとって信頼できる人ならっていうことですね。ちなみに私が尊敬しているコンサルタントの方とかね、まあ、あとは友人、知人でも一緒にお付き合いをしているビジネスパートナーで、これこれこういう、今回こういう形なんだけれども、無料で今回は手伝ってもらうけれども、いいですかって言われたら、私はその人を信頼していて、その人のために動きたいなって思うのであれば、喜んでそこは言います。で、大概営業もそうです。こちらが先にどれだけ差し出すことができてっていう、偏方性の法則っていうんですけども、それに対して向こうが考えるっていうことになるので、差し出すのを渋る人は結果戻ってくるものも戻ってこないので、一人ビジネス、個人事業でやっていきたい場合には、どれだけ先に出せるか、与えられるか、そこでせこーく儲けようと思うと、むしろ決して儲からない。だから面白いです。売上がちゃんときちんと上がっていくタイプの人は、投資でいうとこの投資ができるタイプの人で、売上がね、上がんない人はお金に執着するから、失うことの方が怖いので、小さいお金を守ろうとして、結果どんどん縮小していくっていう、これが2つ状況にね、現れている事例をたまたまね、見る機会があったので、今日はそんな話をしてみました。はい。では結論ですね。はい。まとめに入りたいと思います。投資で儲からない人とチャンスを逃す教室の先生の意外な共通点とは、ズバリお金への執着です。お金への執着があると、失うものに対しての恐怖、悲しみの方が大きいので、その時の一時の、損失よりも、その後に対しての効果がどうなのかっていうのを考えられるような人になると、チャンスを逃さないことになるかなと思いますので、ご参考にしてください。それでは。